ご、はい、ご視聴ありがとうございます「風流太平記」その第54回第21編「春中春の昼」と書いて「春中」第1章続きから青山大善之助雪直は若年寄りで井い,い直明とも親しかったし松平伊豆の神とはさらに深い交友があった。 それでその下屋敷を借りたのであるがここは前に綾瀬川の流れがあり向こうは畑や田屋雑木林などの内渡しで見える田園で晴れている日には筑波山が美しく眺められたあの山の向こうだったな今万三郎の目にその筑波山が見える結城から蒲山観音谷のあの世までの めまぐるしい出来事が懐かしい回想となって記憶の中によみがえってきた「そうだ今になってみると何もかも懐かしい」彼は目を細めながらつぶやいた「あの時は死ぬか生きるかという騒ぎだった」「特に小型へ忍び入ったあの晩はそこで万三郎はハッとした」「ゲニヤ 一樹の影に宿り一画の流れぼくむことも皆これ多少のえんぞかし歌いの声はあまりうまくない真拍子もおかしいが聞いているうちに万三郎はその文句に覚えのあることを知った確かに初めてではない彼は首をかしげた確かにどこかで何でも雪が降っていたようだがそしてぱっと と目を見張った。「そうだ小木亭の中だあの土蔵の窓から聞こえてきたのだ雪が舞い狂っていた彼は綱の所在を探してその雪の中を歩き回っていたすると吹き荒れる吹雪の彼方から静かなよく澄んだ声でその洋曲が聞こえてきたのであったそうだあの人が歌っていたんだ土蔵の二階の座敷牢の中で。 綱さんが、第二章体を拭き着物を着ると万三郎は木道を抜けて中庭へ入っていったかよの住まいはかなり大きい内善之助が来るような時はおそらく老人の宿所にでも使うのであろう十条に八条二間と小部屋が四つばかりありかよのほかに青山家の老女と二人の家妃がいた。 老女は藤井という名でもう五十六七になりかよの監視役であるが五六日もするとすっかりかよが好きになってつまり丸められてしまい今では甘やかして育てた娘のように大事にしていた万三郎の住まいは別であったそれは中庭の南側にある侍長屋の一棟で隣には和田 春丸という勝手がかりの侍とその老妻が住んでいた「春丸などと名前だけは公家のようにみやびやかであるが当人は年も六十三になり白髪頭で腰が曲がりかけている自分でもその名に気がさすらしく「どうもこの名前には困ります昔から随分恥ずかしい思いをしてきました」と万三郎にも言った。 おそらく初対面の人には誰にでも言うことらしい。父が国学にこってこんな名をつけたのだそうです。アルマロと呼んでくれる人はごく稀で、大抵は厚間丸。中には遠丸などと嫌がらせのように読むものもありました。遠丸では囚人をそうする遠丸籠を連想するから、これは嫌がらせと思うのも無理はないであろう。 ししかしその春マロ老人の妻女が万三郎の世話をしてくれるのであった万三郎はカヨの住まいへ行ったカヨは障子を開け放した八丈にいて取りすました格好で洋曲を歌っていたが万三郎が来たのを見るとピタッと歌いやめ照れたように首をすくめながら舌を出した。 今歌っていた洋曲は何と言うんです?」「嫌ですわ洋曲だなんて」「かよはまた首をすくめた」「私のはうろ覚えで人の歌っているのを聞いたんです」「私には歌いを稽古するような時間はございませんでしたわ」「それにしては上手じゃありませんか何と言うんです」「万三郎は披露宴に腰を下ろした」「なぜそんなに気になさいますの?」 ご存知なのでしょう、三郎様。知らないから聞くんですよあらそうかしらこう言って佳代はいたずらそうに横目で彼を見た不思議な女だ万三郎は心の中で思った初めて築地飯田町の増篤で会った時から敵味方に別れながらどこかに深いつながりが感じられた見ぬ恋に憧れていたという佳代の言葉は おそらく嘘ではなかったろうがそれだけではなく彼女のすること言うことの全てがいちいち万三郎の心に温かく染みいるようである今歌いを聞かれた恥ずかしさに首をすくめたり舌を出したりしたが「綱なら決してそんなことをしない」と思うしいかにもかよに似合っていてむしろ微笑ましいほど愛らしく見えた。 こんな妹があったらさぞかわいいことだろうな万三郎はそう思いながら知っているなら教えてもいいでしょう何という用曲ですか私知ってますわじゃあ教えてくださいいいえ歌いじゃなくあなたがどうしてお聞きになりたいかということ悪い癖だ万三郎は手を振ったあなたはいつも話をはぐらかす 肝心なところになると決まってはぐらかすんだからはぐらかしはしませんわ本当のことを言っているんですあなたは綱さんが歌っていらしたのでなんという歌いかお知りになりたいんでしょうそれはまあそれもあるがあら嫌だお顔を染めたりなすって三郎様も随分だことでもねカヨはクスッと笑った本当は 三郎様は思い違いい違をししていらっしゃるのよご存じないでしょ何が思い違いですかあなたはね言ってもいいかしら加代はこびのある目でじっと万三郎を見つめながら言ったあなたが本当にお好きなのはね綱さんじゃないっていうこと綱さんを好きだと思っているのはご自分の思い違いだっていうことよほうほう万三郎はニヤッとした それが思い違いだとすると私が本当に好きな人は他にいるというわけですねもちろんです教えてもらいましょう誰ですあたくし一字ずつ区切って甘えたようなしたったるい調子でしかしはっきりと言った万三郎は毒気を抜かれたあなたですって私があなたを お好きなんですのかよは体ごと向こうを向いたそうして恥ずかしさを隠すためだろうかこちらへ背中を向けたまま羽織の下でしきりに何かしながら言ったあなたは長崎にいらっしゃるうちに綱さんのことをお聞きになってあの方をお嫁にもらうおつもりになったでしょうそのことがあなたのおつむに残っていてまだ約束も何もなさらないのに まるで言いなずけかなんかのような気持ちでいらっしゃるんですもちろん約束はしていませんしかし私の意思は Q さんいや河野の兄からもうちゃんと伝えてあるんですあの人もそれを知っているんですよそれでどうして婚約をなさいませんの加代は密かに帯を解いていた万三郎は単純だから話に引き込まれたのと かよが恥ずかしがっているものと思い込んでいるのとでそれには全く気付かなかった「どうしてってそれはつまり」彼は大いにせき込んだつまりですねいくらなんだってこんな騒ぎの最中に婚約だなんてそんなことが言い出せるわけがないからですよあらなぜでしょう第4章なぜいけませんの。と佳代は続けた。 まさか合戦をしし、ていたわけではなしあんな山の中の小屋に長い間一緒にいて本当に好き合っている同士なら婚約はおろかもう愛し合っていていいはずですわバカな冗談じゃないかよならそうしますわ万三郎は本当に赤くなった断っておきますがねと彼はどもりながら言ったそういう話は 私も聞きたくないし、あなたにとっても褒めたことじゃない。また、私がツナさんよりも、本当はあなたを好いているんだなんということもよしてください。あら、なぜですのそんなことは事実じゃないし、若い男女の口にすべきことでもないからです。事実じゃないんですって無論ですとも。では、サフロー様はカヨを好いてはいらっしゃらないと言うんですわね。カヨは狂っ 向き直った片手で引き寄せた薬箱を開け中から公約を取り出すとごく自然な動作で万三郎を招いた「ちょっとここまでいらしてください」万三郎は上がっていったくどいようだが彼は単純であり底抜けなほど人間を信頼するカ代はそれをよく知っていた彼を翻弄することにかけては誰にも負けない自信があったし それはまた、言いようもなく楽しいものであった。風流太平記、その第54回、第21編、春秋、第4章、途中まで。この続きはまた次回。